同志社大学テニス、同好会新刊コンパ歴史事件は、1995年5月13日、同志社大学グリーンテニス同好会の新入生、歓迎コンパで、新入生が飲酒を強要されて冷水させられた挙句、先輩に、大雨で増水した京都市の鴨川に落とされて、歴史した事件。同志社第一回生が、先輩によって酒を大量に飲まされた挙句、 部長らから名前を連呼されるなどして、受水を煽られたという。一回生は金づちであることを理由に受水するのを拒否、したが、二回生に受水を煽られた挙句、二回生に引きずられた影響から、二回生ともども川に転落。受水を煽った二回生は助かったものの、一回生は、本流の急流に約二キロメートル流されて死亡。同会では、 新入生が鴨川に入らされる、川入りという行事が、毎年長年にわたってあったという。また、同大学の他のサークル、同公会でも、鴨川渡りと称し、鴨川を横断する競争が、コンパの後の余興等として行われていた。遺族は、提訴したが、1997年10月15日、京都地裁にて和解が成立。学生側は、 余いに任せて事故に巻き込み、反省していると謝罪し、両親に500万円を支払った。ありがとうございます。